君は頭にイソギンチャクがついていませんね。今はスタッフミーティング中です。部外者はご遠慮いただけますか。部外者、俺は自分の力で勉強した奴らと真っ向から競い合って勝ちたかったんだ。それがあんたのせいで台無しになった。十分に当事者だろうが。ジャック、俺様たちを助けに来てくれたんだぞ。勘違いすんなよ。俺はここにいる全員が気に入らねえんだ。アコギな取引を持ちかけた奴も、他人を頼ったお前らも、どっちの味方をする気もねえ。お前何しに来たの。いや、俺様、ジャックの言葉で目が覚めたんだぞ。実力で勝負すればいい。つまりアズールから実力行使で契約書を奪って破り捨てれば無効なんだぞ。はっ、言われてみれば。得意魔法がないとはいえ、こっちは人数がいるんだ。やっちまえ。やれやれ、あまり手荒な真似をしたくないんですね。ジェイド、フロイド、少し遊んであげなさい。かしこまりました。こいつら全員閉めていいの。え、やったー。お手柔らかにお願いします。いい度胸が終わりだね。よろしい。なるほど。甘いよ。見逃します。なるほど。そうだね。もう遅すぎる。かわいそうにね。どう。同情しました。準備はいいか、アズール。もちろんですよ、リドルさん。考えても無駄だ。よろしい。力になります。何やってんの。こうしよう。どうでしょう。逃げんなよ。楽しもうよ。オッケーっす。考えたっすね。団体的お安くしておきます。いただきだ。だだそれ取引しますか。だだローストにしちゃうっせ。わかったわかった。情けねえ面だ。お安くしておきます。見ていられない。お安くしておきます。どうした。面白い。取引しますか。これはこれは大健闘でしたね。どいつもこいつも弱い。締めがいがねえな。まるで無力な稚魚の群れですね。アズールってやつ、どんだけいろんな魔法が使えるんだよ。反則じゃん。アズールの持つ金色の契約書がエースたちの攻撃を全部弾いてんのか。くそ、日頃自分がどれだけ得意魔法に頼ってたかわかるな。火を出さないグリムとか
ただのタヌキだわ。うぬ、俺様はタヌキじゃねえ。皆さんはこの金の契約書にサインをした。正式な契約は何人たりとも破棄できない。どんな魔法を使うがこの契約書に傷一つつけることはできませんよ。頭にイソギンチャクが生えている限り君たちは僕の命令に従わざるを得ない。まずはこのラウンジの清掃をしてもらいましょうか。次に食材の仕込みを。さあ立ち上がってキリキリ働きなさい。マジかよ。ジェイド、フロイド、新入りの指導は任せましたよ。はい。サバナクロー寮のジャック・ハウル君に、オンボロ寮の監督生でしたね。君たちもどうぞお引き取りを。次はぜひお客様として店においでください。いつでも歓迎しますよ。おい監督生、一旦戻って仕切り直すぞ。さっきの勝負を見てたろ。丸腰じゃ話にならねえ。